これ何もしない、歩くんだ。草むらに放置したでしょ。あ、大新車がいて、エンジン風にと申します。はやってきます。意外とうまそうでしょ。よし、そろそろ行きましょうか。皆さん、8月31日 VR チャットの中でお祭りがあるらしいので、そこにちょっと行ってみようと思います。久々のパブリックだわ。てかアクティブ出てくるんじゃない、これだ。え、てか今藤山って1000人いんの。俺このゲーム始めた時、藤山ってどんぐらいいただろう。50人とか100人だったんだけどな。ほう。で、盆踊りするところもあって、これなんかね、花火とか上がるらしいんだよね。皆さん、あれは、花火はいつ上がるんですか、花火は。花火上がるタイミング知りません？俺、無視されてる？おい。わかんない、わかんないっすよ。わかんないっす。ビールかけないで。サプイルスとかはなんか盆踊り大会とか始まってたみたいですけど。どこ？盆踊り大会どこでやってるって？多いところで。スタッフさん。スタッフさんどこいんだろう？写真撮影とか。ちょ、盆踊り大会見つけに行くわ。どうも。どうも。こんにちは。こんばんは。まあ、それはスタミナがいると思うの。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここはバースクールのインスタンスです。普段どんな活動してるあれなんですか、グループなんですか。毎週木曜日に雑談したり、はい、ピアノとかの生演奏があったり、あと占い師さんがいて占いとかもしてます。うちは占い師の名前なんて名前ですか。天正院式さん。ああ、そうなんだ。俺も知ってる人じゃなかったわ。普段のインスタンスっていうか活動とは違うので。あ、なるほどね。いらっしゃらない、やってないんですね。今日はもう来てないんだ、派遣されてきてないんだね。そうなんですよ。そうですね、今日は今週も木曜日はやったんですけどね。これなんて書いてあるの。豆ひなた探検隊人員募集中。これ豆ひなた探検隊って何してるの。これ何もしない、歩くんだ。おや、プー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 なるじゃねえかよ。その人員さ、人員はどれぐらいいるんですか今。1、2、3、0。いねえのか。豆ひなたが先頭になってさ、この円の周り歩いたらさ、俺もついてくからさ、勝手に盆踊りになるじゃん。あ、どうもです、スタンミと言います。どうもどうも。すいません、紹介したい方がいまして。隊長です。ちょっと豆ひなた代表列でちょっと周り歩きたいなと思って。やりますか。ちょっとやっていいですか。準備しますね。はい、ほら、ここなんだ。かわいい。めちゃくちゃかわいい。かわいい。やべ、マジで安い。かわいい。そう、豆ひなた。大将。かわいい。あー、なんか。うわ、すげえ。豆ひなた、どこ行った。豆ひなた、消えた。隊長、隊長にいらっしゃいます。隊長どこだ。隊長先頭です。隊長どこだ。あ、隊長も踊ってるわ。隊長も踊ってる。いいよいいよ、俺でもついてく。前、左手、ちょんちょんがちょん。みんなからやってるけど。右、花火を見て、今あったよな。あ、来てる来てる、花火上がってますよ。上がってね。ニックもいるじゃん。いろいろ。いろいろいますよ。おわ、俺とところがいるな。お、俺とところがいるよな、あれ。います。いますよ。いるよな。
崎山仕事ならよいよい私は先端温度を取りやばいやばいやばい。じゃあお邪魔しました皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。イベントは続くので、ありがとうございます。すいません、僕はお先に失礼します。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいはい。どうもこんばんは。あ、どうもです。藤山の代表をしております。お、よろしくお願いします。はじめまして。農業祭楽しめております。普段からうん、鶴木さんおしゃべりしてもいいですよ。あ、すみません、人見知りが激しくて。これが千早さんの本来の姿なんですけれども、はい、ちょっと事情があって今こっちの別アカウントで来てるんで、ああ、私が出しました。出しましたっていうことなんですね。出せるんですね、そもそも。これが私のアバターです。これ、これで一つなのね。あネットがいて、なにそれ、すげえ技術だな。アバター改変の何もわからん集会っていうのを主催しておりまして。あ、そうなんだ。スタッフの方ですね。アバター改変。なるほど、それはもう何でもできちゃうわ。素晴らしいですね。どうですかね、やっぱり混んでてなかなか入れないですよね。そうですね、ちょっと知り合いというか、以前お邪魔してワールド、以前お邪魔してワールドにちょっと行けなくて、あんまり。どうですか、体感として。OK ですよ。よろしいですよ。盛り上がりというか。はい、やっぱスタミさんの影響がかなり強くって、非常に、はい、あの私たちも喜んでおります。それは、それはそういう。3倍ぐらい。なんか言わしちゃったみたいなところで。まあ一番入りやすいワールドですもんね、今。僕もなんか配信とかでよく藤山の話出しちゃうぐらいなんで。私のとこ結構来ていただいてるんで非常に嬉しいですけれども、他のところも結構いろいろ面白いとこありますから、いろんなとこ回ってみるっていうのがやっぱり一番いいかなと思いますね。そうなんですよね。ちょっとこのまま納涼祭楽しませていただきます、はい、楽しんでってください。はい、はい、ではまた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いってらっしゃい。お、キタリナに来ちゃったよ。あれ？すいません、どうもどうも。よ、キタリナに来ちゃった。ちょっとね、私が、あの、納涼祭をちょっとサボってですね。あ、おい、サボって。今日別の VTuber さんの配信を今やってましてね。え、何何何何？私が今。今どっちがどっちですか、これ。どっちがどっち。今、バブってる方。え、バブられてないよ。バブられてない方？ガイドインタビューだよ。ガイドインタビューだよ。インタビューしてるんだ。僕も言ってみたら、コンテンツインタビューなんで。あ、見たことある方。パパ。あ、お前か。ちょっと一言言いたかったの、私。どうしたの？草むらに放置したでしょ。あ、そういう。そうだ、そうだ、お前のこと、そうだ、お前のこと、あっちに放置したな。大丈夫やな、お前やな、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 やな。静かにしなさい。だいぶショック受けてたかね。お前、ちょっと、もう授乳しされに来たの？いや、もう、僕、授乳体験は終わったんで。パパ。もう慣れたもんだよ。パパ、ところばは。ところばはね、帰っちゃったんだよ。静かにしなさい。ところば、もう、もう、口を、口を塞ぐよ。ところばに会いたい。口、静かにする。静かにするの。静かにするの。黙りなさい。ダメや、このパパ。DV パパちゃんは。DV パパ。一回多分送り直してもらえるかなんかすると、その、インスタンスの方ですかね。多分ちょっと半減までにちょっと授乳してもらいたいって言ってるんですけど、はい、任せてください。そこに、はい、パパパあのわかりました。もらえると
はいはい。パパ。はいはいはい。お待たせ。大丈夫だよ。はいはいはい。いい子ね。はい、いい子。泣かないの。泣かないの。泣かないの。ごめんなさいね。どこです？え、せーの。よいしょ。お、すごい。お、動いてる。ゆっくり行くよ。パパママじゃないの？俺誘拐したみたいなんだろ？俺が持ってる時にお前がパパママって言ったら、パパとママに助けを求めないの？俺がパパだろ？そうだよな、そうだよな、間違えてるな、そう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 。あ、もう、おいしい、おいしい。おいしいね。おいしい、おいしい。うわ、うわ、うわ、パパ、パパ、パパ。一匹ちょっと、おぎゃ、おぎゃ。増やしていいですか？わぶわぶ、わぶわぶ。はい、うるさいの入ります。はい、うるさいの入ります。おぎゃ、おぎゃ。あと今度ちょっと、すいません。まぁちょっと考えてる途中なんですけど、ボドカって配信者がいて、配信した友達に。はい、そいつともしかしたらまたここに来るかもしれないんで、その時は DM 送ります。あ、はい、わかりました。はい、すいません、またお世話になるかと思います。というわけでお邪魔しました。ちょっと納涼祭の方に顔出してます。はい、はい、ありがとうございました。やば、俺 VR チャットしてて本当すぐ時間過ぎちゃうから、今ちょっと配信外のテンション雑談のトーンになってたわ。危ねえ、もう始まってんな。お疲れ様です。いいキャラだな。はい、でもお世話になりました。お疲れ様です。これは、おお、モンモンが入ったね。あー、見覚えのあるママがいるね、やっぱり。お疲れ様です。ママがたくさんいるんですかね、このインスタンスには。あ、パパもいるじゃん。お疲れ様です。あー、いる。ここでも絶賛ママしてるし、どこでもしちゃうんだな、やっぱり母性が。いや、もう可愛い赤ちゃんがたくさんいらっしゃるので、見つけたらすぐね、撫でちゃうんだね。ほんとママ、ほんとママ、わー、似合ってる浴衣が。ありがとうございます。カレンダはい、はい、じゃあもう一回いきまーす。4321、タイマーを押す、ポーズをとってね。これ藤山納涼祭2日目も、来ていただきありがとうございました。はい、明日はね、お昼にコンテンツ上営業があって、夜に納涼祭ありますので、ぜひ来てください。イエーイ、はい、イエーイ、イエーイ、農業祭お邪魔しました。楽しんでね、ありがとう、楽しんでね。でも結構代表さんにも会えたし、久々に行ってみるか。次300人いるわ。めちゃくちゃびっくりしてます。あ、本当ですか。かっけえっすね。服が。普段 VR チャットで何して遊んでんですか？この前、はい、夏行きましたね、うん、フレンドさんと。あ、行ってきた。来ました。どうでした？つい最近、俺アドバイザーをつけて行ったんですけど、アドバイザーいなかったら絶対積んでたわ、あれ。配信頑張ってください。ありがとうございます。お邪魔しました。会話デッキで遊んでみて、逆にこれで行ってみるか次。あ、どうも。はい、どうも。YouTuber になりたいと思いますか？今やってる仕事が編集やな。なんで？そうなの？YouTuber の？もうその CM とか、CM とかやってるんですね。なろうと思ったらなれるから。ああ、なるほどね。あんまり憧れないんだ、陰キャなんで。すげえな、いろんな多種多様の人いんだ。え、今回すみません、僕会話デッキでしか会話しないって決めてるんで、いいですかそれで？あ、はい、全然大丈夫です。
何歳くらいまで行きたいですか？逆に。え、僕ですか？ 50 かな？ 50。 今俺は衰えに一番抗ってるんですよ、年齢に。もうね、多分50とかになると抗えなくなるんだよね、どうしても。大丈夫ですよ、元から老けてるんで自分は。何歳まで行きたいですか？楽しいことが1個終わればいいかなと思います。今の楽しいことなんですか？じゃあ今これやってることが今楽しいです。いやでも確かに俺長く生きてこのメタバースがどこ行くか知りたいかも。20年後とかやったら本当に SAO みたいに俺もなってると思うけど、 SAO 体験して死ぬと。 SAO 体験して SAO 系のゲーム10年やって死ぬわ。こんにちは。こんにちは、どうも。はい、ちょっとあの、はい、自分あのエコでお金は節約してるっす。はい、ビビお前キャラかぶりすごいな。普段から渚遊んでるんですか？リア友になんかそのやろうみたいな あれで誘われて。へぇー、渚に単身突っ込んできてんの？はい、はい、いいメンタルだね。あ、いや、あの、もともと喋るのは割と好き。絶対嘘だろ。いや、嘘。お友達できました？3週間で。はい、まあ、それなりに、それ、あ、できてるっす。あの、はい、はい、はい。どんな人がお前と友達になるの？どんな人なの？あれなんで。いや、もともとあの、リアル友達フレンドを、鬼。はい。あの、はい。VR チャットに長いんですか？初めて1週間ぐらいですよ。なぎさに入り浸り。今とりあえず入ってみたとこなんですけど。今日なんだ、弱いな。やっぱ渚人気ワルダなんだね、さすがですね。新規が多いのは素晴らしいことですね。どうですか、面白いワールドに巡り合いましたか？昨日友達と行ったワールドとか面白かったですよ。どこ行ったんですか？モンハンのワールドみたいな。 What？ ゲーム性がある。こんなワールド、すげえ。何これ、更新は全然されてなかったんで。うん、まあちょっとモンスターの数とか少なかったんですけど。いや、それでもでしょ。俺もケモアバター1個用意してない。もう時間だ、さよなら。ありがとうございました。はじめまして。はじめまして。あの、VR チャットってたまにすごい人いるけど自信なくしたり嫉妬することってあるんですか？初めたてでよくわかんないんですけど。初めたてでよくわかんないか。あんまり喋ってなくて人と。え、じゃあそれ一発で、なんか渚によく来ましたね。なかなか勇気のいる行動をしましたね。もう渚だったら、あの、ここで強制的に話できるじゃないですか。そうですね、安心して話ができるから。サークルができてるよね、ちょっとね。入りづらくて気まずいから、そう、話しかけられ待ちみたいになるよね、うん、ちょっとね。そう、あとなんか勇気出して話しかけてみても、なんかうっすら無視されてる、もしかしてみたいな。いやー、でもね、多分ね、それあっちも困ってんだよね、やっぱり。いや、多分そうなんですよね。そう、どっちも困っちゃってるから、向こう悪気があるわけじゃないんでしょうけど。アドバイス1個あげようか。そのアバターめっちゃ可愛いんだけどね、もっと特徴のあるアバターにするとね、話しかけてくれると思うよ。本当ですか？うん、俺もさ、すげえよく思うんだけど、アバターが特徴的な人って話のきっかけになるからさ、え、そのアバターなんかこんなあるんだみたいな、可愛いねとか。さっき来た、なんか変なワールド行って
このワールドで見つけたボタンなんですけど、なんでそれなんだよ、よりによってよりによってすぎない？他になかった？アバターコピーするの。あ、いや、そっちの方がいい、うん、その見た目から女性の声するっていうのでみんな興味持ってくれるから。あー、なるほど。そう、そっちの方が絶対いい。それで藤山ちょっと行ってみ。これで、そう、あのティッシュみたいな猫をやめます。可愛いんだけどね、どこなんか突っ込めないよね、やっぱりね。うん、ありだよ。すいません、あの今私ちょっと看護師さんが、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待って、あの今私あの入院して、すいません、看護師さんが来た。ちょっと待って、入院してる。すいません、落ちます。あの、はい、呼びに来ちゃった。は、お大事にすぎるんだけど、入院中に何してんの？あ、ちょっと、あー、あの看護師さんかじゃないんだよ。てかもうこの時間まで VR チャットやったら多分寝させられんだろうな、入院とかって。あー、あの、あれ、まあ、よくあるっす、渚は。な、何その体の大きさが地震の大きさと比例してんの？いやいや、違うさ、あのさっきあのブーチョキパー祭りしてたんすよ。何何何祭り？ブーチョキパー祭りっす。あ、それ何、はい、俺にも教えて。あ、グーチョキパーグーチョキチェケラチョキチョキの右チェキとチェックチェック、はい。おい、ちっちゃいでしょ。え、グー、チョキ、パー、チェケラ、チェケラ、グー、ジョキ、グッドの、あれ、チョキ、チェケラ、シフトの、コーのコース。ガチわからん。ごめん、ほんとに一つもわかんないんだけど、ありがとう、ありがとう、ごめんね。あ、こんにちは。こんにちは。今、配信してます。はじめまして。配信中なんですね。はい、今配信してます。はじめまして。あ、見させていただいてます。エンジンカズニと申します。はあ、それそれ、ちょっとじゃあ、すいません。僕、今全然動画とか何でもなく普通に遊んでるだけだったね。全然女の子だったんですけど。あ、これ、これ、これですね。これ。わあ、はじめまして。あると思わなんだ。渚使ってくれてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。渚で僕いろんな出会いがあって、たくさん動画も出させていただいてるんで、うんうん、本当に嬉しい限りでございます。あ、よかったです。あ、なんか、はい、いるっていうのを聞いてたんですけど、そう、はい、会うとおーって思います。はい、はい、なんか YouTube のおすすめとかにも流れてるんで、たまに配信とかも見てます、僕。え、本当ですか？はい、V ケットでしたっけ、写真たくさんの人と撮るまで帰れまってみたいなのしてましたよね。そう、100人と撮るまで帰れませんをしたんですけど、ちょっと88人ぐらいちょっと挫折しちゃったんですけど、同じ感じで。いや、でも全然全然おもろいなと思って。いや、なんか VR チャの会話拾えてくれて本当ありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそ。なんかもともと VR チャットっていう土壌がないとできないことだなって、うん、もうひしひしと感じてるんで、それこそ渚なんてまさに配信で大助かりでございます。いやー、よかったです、そう言ってもらえて。いや、本当に、はい、わ、なんか、え、この後ろにはなんかいっぱい視聴者がいるってことですね。なんか、あ、そう、そうです、今。怖い、はい、すごい今怖い。全然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 。逆に視聴者のみんなも、なぎさの配信人気で、なぎさ行ってくれみたいな、よく、はい、聞くんで。あ、ずっと、なんかその VTuber 自体が流行ったっていうのを、お礼を言いたくてじゃないけど、そう、いつかお会いしたいなと思ってたんですけど、こちらこそ、うん、よかったです。ありがとうございます、本当に。はい、てか、ちゃんと普通に遊んでるんですね。はい、このワールド結構バグったりとかするんで、やっぱメンテナンスしなきゃいけないので、なんか、この間とか、V チャのアップデートで、一部屋に27人とか集まっちゃって、はい、みたいな、なんか、どうしようみたいな。なんか、アップデートとかって考えてるんですか？はい、アップデートっていうか、今日入るんですよね、ちょうど。ちょうど、この後、企業とコラボする、そう、お部屋ができて、そのお部屋の、アップデートをしようかなっていうのが一個と、逆になんかありますか？多分渚使われてると思うんですけど、なんかこうしてほしいみたいな。なんだろう。でも俺こう、やっぱり、そうですよね、はい、こんな機会ないですよね。でもこの会話デッキはめっちゃ助かるんで、
僕結構なぎさの人と話してるんですけど、はいはい、話すのが苦手な人が練習できてる人めっちゃいるんですよ、はいはい、あ多いかもしんないです、めちゃめちゃ多いんで、藤山とかの、うん、でなんか苦手な経験そこであるとなんかかわいそうだなって思うんで、なんか成功体験増えるようなツールをたくさん置いてあげるともっと楽しくなるんじゃないかなって一ユーザーとして思いました。あーなんかその会話をもうちょっと楽しめるようなアイテムだったりギミックみたいな、はい、あー延長するの忘れてた。作者と出会うなんてそんななかなかないのにね。